ルートヴィヒ・フリードリヒ2世は、ドイツ・チューリンゲン地方の諸侯の一人、シュバルツルード公。シュバルツルード公、フリードリヒ・カールと、その妻で、ヨハン・フリードリヒ公の娘である、フリーデリケの間の第二子、長男として生まれた。両親は、同族のいとこ同士の間柄であった。1789年に、弟、カール・ギュンターと一緒にジュネーブなどを巡るグランドツアーに赴いたが、旅先でフランス革命の勃発を知ることになり、公使の一行はこの大変革について話題にしながら、郷里に戻った。1793年に皇位に就いたが、ナポレオン戦争中の1806年にイエナ・アウエルシュタットの戦いが起きた後、公国はフランス軍の占領支配下に置かれた。公国の大法官であるフリードリヒ・ヴィルヘルム・フォン・ケテルホートとフランス政府との交渉が実り、占領は翌1807年3月4日に解除され、公国は同年4月18日にライン連邦への参加を許された。ルートヴィヒ・フリードリヒ2世は、その10日後の4月28日に39歳で亡くなり、長男のフリードリヒ・ギュンターが母、カロリーネの摂政の下で後を継いだ。妻と共にルードルシュタットを文化の中心地にしようと努め、同市に小規模な宮廷劇場を建設させた。1791年7月21日にホンブルクにおいてヘッセンホンブルク侯伯フリードリヒ5世の娘カロリーネと結婚し、間に4男3女の7人の子女を設けた。三男と4男は双子である。ありがとうございます。